金メダルをこう目指して本当にこの4年間まあ頑張って練習に励んできたわけですけど、それでまあ準決勝で負けて、まあ気分も正直落ち込んで、たんですけど、決定戦の前にはもうやっぱりこう日本代表として戦っていることに本当、そうですね、誇りを持つためにはやっぱりメダルを持ち帰って、応援してくれている、そうですね、もう本当関係者に、メダルを見せてあげたいっていう気持ちで、最後は戦って、なんとか取ることができて、そうですね、今はまあ悔しさと達成感の、そうですね、半々の気持ちがあるっていうのが正直な感想です。まあ、今は本当に全力、このもう本当ロンドンオリンピックに全力を捧げてきたんで、まずはまあそうですね、ゆっくりしたいっていう気持ちがもう正直です、正直な感想です。ただやっぱりまだ28まだなってないので、まだ体動くんで、そうですね、まあ、まずゆっくりして、続けれるなら体がいけると思えば続けます。はい。